はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト5、MJH って言うんだけど、これダッシュとかできるドラゴンクエスト5ですね。まあ、モンスター G さんハードっていう名前らしいですけど、ね。まあ、モンスター G さんってことは、なんかあんのかな、みたいな。あら、坊や、彼女を連れてお酒を飲みに来たのかしら？でも、可愛い彼女ね。大きくなったらきっと美人になるわよ。あ、そっか。じゃあ、宝サリーをやろうか。ここはアルカパの町。北に行くとレヌールのお城がありますわ。レヌールのお城があって。なんだよ、今こいつをいじめて遊んでるんだ。邪魔すんなよな。変わった猫だろ。変な声で鳴くから面白いぜ。ほら、もっと鳴け。やめなさいよ。かわいそうでしょ。その子を渡しなさい。おい、猫、この猫を渡せってどうする？そうだな。いじめるのも飽きてきたし、欲しいならあげてもいいけどさ。そうだ、レヌール城のお化けを退治してきたらな。そりゃいいや、レヌール城のお化け退治と交換だな。これ、こんないじめてたら後でやばいぞ。ガルルルルってさ。うちの子ったら、ね、子猫なんか拾ってきて、捨ててきなさいって言っても、すっとも聞かないし困ったものだわ。いじめて、家連れて帰ったんだよ、あれね。すごいよね。じゃあ、このカップラーメン食べてる人と話しましょうか。昔々、レヌール城の、レヌールの城には、たくましい王と美しい王妃が住んでいました。しかし、二人には子供ができず、いつしか王家も絶え、お城には誰もいなくなったのでした。ところが、そのレヌール城から夜な夜なすり泣く声が聞こえてくるという。と、お話はここまで。どうだい、坊や。怖かっただろ？いいえ。ともかく、レヌール城に近づいちゃいけないよ。怖かった。すげえ怖かったよ。怖くないんだからってやったんだよ。早く旦那さんに元気になってもらわなきゃ。待たせたな、アベル。ダンカンの病気はどうやらただの風邪らしい。さて、そろそろサンタローズの村に帰るとしよう。パパさん、パパさん、このまま帰るなんてとんでもない。せめて今日だけでも泊まっていってくださいな。それではお言葉に甘えるとするか。あ、よかった。さあ、どうぞこちらへ。さて、宝アサリーノができますね、これね。じゃあ、パパさん、どうぞごゆっくり。さてと、明日は早く出るぞ。明日は早く出るぞ。村の皆が待っているからな。今日はもう眠ることにしよう。おやすみ、アベル。じゃあな、パパスって言ったらやばいよね。じゃあな、親父。アベル、起きて、アベル。起きたわね、アベル。じゃあ早く行きましょう。どこへって？もちろんレヌール城へよ。どこへって。お化け退治をしてあの猫を、子猫を助けなくちゃ。レヌール城はこの町からずっと北にあるそうだわ。さあ行きましょう。はいはい。グーグー。マーサ、我が妻マーサ、お前の息子アベルは元気で育っているぞ。グーグー。お、守りの種。お、キメラン翼。まあ、ドゥッ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 ドゥの話聞けるだけだからね、これね。タンスアサリーノやって、風邪ひいてる横で寝てうつるよね。ちょっと失礼。何もないんかい。じゃあ、ちょっとレベル上げようか、さすがにね。ビアンカ5ぐらいまで上げたいね。前回ブーメラン買いましたね。木の帽子買えるな。袋ないのか。あー、じゃあセーブして、じゃあちょっといい数値出るまでやろうかな。ね。袋ってなかったんだっけこれ。猫と寝てっからね。はい、ちょっと音量調節しましたね。それもそうなんだけど、これさ、使ってさ、自分なんかいつもこう使ってね、今2しか上がんなかったら3上がるはずなんですよ。ね、4上がった。だからこれをリセットして、いい数値出るまでね、今ステータスがさ、まあ、力が25の守り12じゃないですか。あ、今ね、ちょっと5回ぐらいやったんだけど、固定みたいだね。力2しか上がんないよ。3上がんないんだ。じゃあもう、変わんないんだったらね、種は使っていけばいいかな。はい、お
お金がないからね、薬草とかもいっぱい買わないといけないから、まあとりあえずね、己怪物園町に入れさせないぞ、むにゃむにゃ。これ怪物だったらどうすんだよね。すげえな、町の入り口へ寝てね。これ右の方行くと、ちょっと敵が強いから、ここら辺でブーメランで一掃しながらね。え、いきなり命令させろってこれできんのか。命令させるじゃなくても呪文使うのでいいよね。あ、レベル1だったんだね。メラ覚えるよね。違う。ねえ。まあ AI だからしょうがねえけどね。AI だったら倒すのを誰か分かってるはずだけどね。お、オオネズミ。ドラケエ2だったらオオネズミの前にヤマネズミってのがいいんだけどね。まあ5に出てくる敵結構出てきますよね。ドラケエ、あ、5じゃねえや。2に出てくる敵ね。5に出てくる敵って5に決まってんじゃんね。5なんだからね。一攫先とかドラケエ3だよね。グリーンワームなんか5にしかいないんじゃない。で、イバラの鞭とかね、やっぱ買いたいからね。じゃあちょっとこの調子でレベリングして、今回レヌール城を攻略したいんでね、知らないのいいかもしれないからね。で、ある程度戦ったら右の敵とか、もっと奥行くとね、今行っちゃいけないような敵も出てくるんでね、とりあえずレベル4までノーカットで見ようか。右行くとやられちゃうよな、まだ。まあ、サクサクですよね、レベルアップはね。で、お金も貯まるんで、ある程度貯まったら、もう100、あ、まだ全然だね。63、180で鎧とかなんか買えなかった？なんかもったいないな。どっちみち出発前にね、MP 回復させないとね、結構きついからね。いや、もういつも、通常ドラケー5よりテンポ早いよね、これね。いや、なんか右攻撃しろよな。選べないんだもんね、これね。ブーメラン左からだからさ、左攻撃されるともったいないんだよね。ああ、もったいないなって毎回思うんだろうな、これ。バブリー。今のは自分が悪かった。バブル先倒したいっていうのが先行しました。レベルアップするか。あ、しないね。さすがにもう1レベルぐらいは。影とか下さ、あの木槌の分も影あるじゃん。あんなんとかでもすげえって思ってたからね、昔は。だ、後ろのグラフィックがさ、あの森じゃないですか。あれがね、ドラケ4のファミコンとか真っ黒だからね。影とかあっても、なんか灰色っぽいような感じじゃなかったっけ？待て、武器屋変えるんだよな、確か。音量ちょこちょこね、生ダブ生ダブ。変えながら行きますんで。せめてこれ変えるぐらいまでやろう。350までちょっと貯めます。出た、何万だ。はい、さ、え、よ、あ、4枠溜まってたわ。ちょっと遠く行ってて、ね、溜まって戻ろうとしたら3回ぐらいインカウントしたからね。武器は OK で、まあちょっと右側行ってみようか、強い方。ドレスまで買っちゃうかね。まあ、ドレスと盾買えば余裕だけどね。盾ぐらいビアンカに装備さ、まあ、まあいいか。あ、でもサクサク行きたいな。ここら辺は。ち
ょっと強い方行こうか。デヌル城も行けるけどね、別にね。行ってお金貯めて戻ってきてもいいけど、MP がないからな。一応、そうだね。メラ覚えて、マヌーサ覚えてるから、まあ行けっかなと思うんだけど、ちょっと一回宿泊まって、はい、戻ってきちゃったわ。ああ、眠いわ。また明日ね、お休み。アベールということで。ハクション、ハクション。うわ、頭が痛い。どうやら風邪をうつされてしまったらしいぞ。情けないことだ。しょうがねえ。風邪は気合で治るわけじゃないのにね。うちの人の風邪があんたの父さんに移ってしまったみたいだね。こうなったら治るまでうちの間に泊まってもらわなきゃね。ねえ、クリアしない限り100日でも引いてるよね。100日風邪パパスなるよね。こうも、何？坊や、風邪がうつるといけないからあっちの部屋にお行き？ はい、今夜も行くんでしょ？ お行きって。まあ一回レベル上げてお金貯めて、もう一晩ぐらいね、うろうろしてね、その間にね、パパス治ったら笑いますけどね。はい、行きましょうか。一回一回仲間入る、あれがないからいいよね。おお、奥さんは横に寝てるけど大丈夫かね、あれ。いや、大丈夫だって、ここで言うとしたらさ、全然根拠ないっしょ。大丈夫なわけねえじゃんと思う。うーい、マジかい。レベル上がる？上がんねえね。ここら辺ちょっと強い敵出てくるんです。あ、大丈夫か。マットプラント。ああ、寝てよ、マジ。マットプラントぐらいだったら、まあちょっと強いかなぐらいでね。もうちょっと右下行くとやばいの出てくるからな。サンタローズあたりでね、ちょっと強いの出てくるんで。甘いってなんかこいつ入ったっけ？メラ使ってもいいんやで。戦力。あれ？バギー使わなかったっけ？バギーって主人公しか使わなかったはずだけどね。リメイク版とか、まあ、リンゴっぽいやつ使えたりするからね。ああ、めんどくせえな。ここからちょっと右行きたいんだけどね。あれ？お化けネズミとか出てくるはずなんだけど。うわぁ、なんでばらけて出てくるのかね。いや、待て。先読みは大事です。ちゃいますね。お、ベビーパン。なんかやっぱ綺麗だよね、グラフィックね。それでいてスーファミは崩さないっていうね。
あれ、メラリザートなんかこんなとこいたんだ。あんな音じゃなかったよね。ドゥルルルルルなのにさ、42だって。ルカナ、これ大事だね。マドウサルカナっていやらしいよね。その2個だけでさ、だいぶ戦況変わりますよね。じゃあちょっとレベル上げっていうか、お金貯めて装備品買っていこうか。違う時出てきたらまた紹介しますね。はい、行ってたら次の戦闘で出てきたら。バーキン。お化けネズミちょっと強いからね。大丈夫かな？大丈夫かな？まあ、ちょっとセーブして右の方行きたいね。あ、足りねえ。はい、サンタローズの右の方だけど、ここら辺来るとさ、あ、まだ出てこないか。1しか食らなくなっちゃった。あら、もったいな。ギラ覚えましたね。ここから先はラインハットの国だ。まさかこんな夜更けに子供だけで家出ではないだろうな。早く家に帰りなさい。お前将来のね、なんたらだぞ。はい、出た。ダンスニードル、スライムナイト。やばいですね。まずこっちだね。勝てるっていうね。強いけど勝てるっていうね。これ今しか戦えないのいなかったっけ？お、ベビーニュートも出てきた。さすがにまずいか。舐めてってやられますね。12吸い取られた。嫌だね。ねえ、こんなとこ割に合わないからさっさと逃げた方がいいけど。でもお金がだいぶ貯まるよね。ちょっと違う敵まだいるんだけどね。ワライグサとトンネルはいなかったっけ？多分いたと思うんですけど。はい、出ました、トンネラー。まあ、とりあえずは、まあ、バギーでいいかな。あ、キャラ、うわ！めんどくせえな、ほんとにね。NP は寝ないと治んないからね。トンネラーと、笑い草出なかったっけ？あれ？待って、40。あ、497もある。どうすか？待って。マヌーサがちょっと嫌だしね。眠らせんのも嫌だしね。
飛んでしまった。でもいいや、ブーメランがありますから。わあ、うわあ、あーよかった。一番厄介なの倒してくれたからね。じゃあ革のドレス買って行こうかな。もう行っちゃおうか。キリがない、こんなことやってたら。通常やらないルートとかやってるからね。笑い草ってマッドプラントのさ、茶色っぽいやついるじゃないですか。まあ、あんま使わないけどね、倒せっけどね、普通に。ルカナンとかさ、呪文ってのがこっちにはあるじゃないですか。なんかやだな、こればらけて出てきて。回復うざいよね。さすがにまずいな。優先してなんか自分以外に直すよね、こいつね。じゃあちょっとカットするね。革のドレス、あ、カットしなくていいや。革のドレスだけ買って、まあ、もう最強装備なんでとりあえず。ああ、急になっちゃった。上げすぎだ、上げすぎ。上げすぎだけど、まあいいや、あんなことやったら上がるわ、嫌でも。8ポイントだってこれはもう絶対やられるわけないじゃん。どこだこれ。ああ、ここか。あれ？あれサンタローズか、あれ。サンタローズそういえば入ってないよね。あ、もう余裕だと思います。無双していきましょう今後は。ねえ、レヌール行くってのに、まあ一本の動画が見応えあるからいいでしょ、ね、グーグー、ね、ラインハットの兵士やあれね、優秀だね。あんな時間まで起きてて夜勤だね。600なってるし、川の色も変えるのか。あら、ありゃまあ、変えちゃいましたね。はい、優秀なちびっこさんができました。はい。宿泊まってこんな感じだね。MP すごいな、ビアンカ。なんか、ちょっと違うかもね、やっぱね。ちょっとどころじゃないかもしんない。じゃあ、レヌール城行きましょう。もう、通常攻撃で接客しながら行きますね。無双。あ、あれでいいかな。命を。あ、命をじゃねえや、なんだっけ、あれ。使うのね。まあ呪文ぐらいのダメージ出ますからね。無双。はい、レヌール。はい。困ったわね。どこか他のとこから中に入れないかしらね。もう言わずもがなで、ね。お化け退治倒してきたぞって。ダメかね、これ倒しただけじゃね。おお、心力40も下げられる。涙目だね。この敵のね、こんな強いのが来たら。あれ、オオネズミこんなとこいたっけ。なんかちょっと高難度になってる、もしかして。仲間呼んだっけ、これ。こんなとこ雑魚キャラいたっけ、その前に。そうだ、バブル狙いないの。毒食らったらやだな。一番右に出てくるのやだね。命令させるにしてもめんどくさいしさ。
お気の毒ですが冒険の初日は消えてしまいました。それは困る。キメリーが入ってます。アベルの墓と書いてる。字が読めなかった、はい、ビアンカの墓と書いてる。ああ苦しかった。アベルったら今は何してたの？息止まってたんかね。でも助けてくれたからまあいいわ。さあ行きましょう。息苦しかったって意味だよね。返すと現象。私たちのお墓を返してって書いてあるみたいね。あ、幽霊が寝てます。そんなん関係ねえから。お願いです、私たちのお墓を取り返してください。この小さなお城で子供のいない私たちはたった二人きりで、でも平和に暮らしていたのです。どうかお願いです、私とエリックを静かに眠らせてください。エリック、どっかで出てきたね、エリックね。真っ暗だわ、アベル。足元に気をつけてね。ルルルル。あら、あの明かりは何かしら。お、あんだけ倒したら24しか持ってねっていうね。追い越したいけど。お、薬草を見つけた。パパスを追い越して船に乗らないで洞窟入ったらね、まあ全滅したら出れるんだけど、パパスより先に船に乗ろうとするとね、済むよね。まだないか。お、ゴースト。そういえばドラクエ5って、ゴーストね、あの、メトロゴーストとかヘルゴースト出てこないよね。王様より先に奥行ったらやっぱ済むんかね。おう、ここまで来る勇気のあったものは、そなたたちが初めてじゃ。何年か前から、この城にゴーストたちが住み着いてしまい、私とソフィアは眠りにつくこともできぬ。どうかお願いじゃ、ゴーストたちのボスを追い出してくれるのか。いや、入って行った行った、入って行った。すまん、返事が聞き取れなかった。もう今一度頼もう。はいはい。そうか、やってくれるか。では私についてまいれ。おう、そうじゃ、台所に松明があったと思うが、その松明を使うと、どんな暗闇も照らすことができよう。あれ、さっきおかしいな、さっきなかったんだけどな。誰か入れてくれたんかな。いいタイミングで雷鳴す。あ。あら。アベルだけなの？あ、売りゃよかったね。布の服って売ってねえような、非売品かな。あれやだな、なんか敵を落とすよね、きっとね。そういえば道具袋ないよね。真っ暗だ、アベル。松明を使わなくちゃね。まあ、自分病気なんだろうな。あの、なんか布の服のためにリセットをするっていうね。あの、もう一回やり直してここまで来た。アホでしょ。アホだよ。松明使わなきゃね。そうだね。
見たな。動く石像がこのグラで出てくるってことは、あのグラはないんかなって、ここでもう悟っちゃったからね、自分はね。違う。まあ余裕のよっちゃんですね。まあちょっと強いかなぐらいであって、やったぜ。さあ使っちゃいますか。もう4固定なんかなこれ。さあこっちじゃん。まあ宿泊まれば回復しますからね。鍵開けてね。お、やったぜ。もっと引き返すよ、引き返すのだ。いや、開けますか。お、お化けキャンドル、何言ってますもんだよね。なんか呪文のあれ違うね。ルルルルルルじゃないね。ズババババッシュって。出れます。え、で、あー、こっちか。出れんだけど、宿泊まりいいので、一晩泊まっていくかい。ヒヒヒ。お、で、む、の、実家。うん、はい。ほほほ、この城には幽霊がたくさんおるそうじゃ。気をつけないといかんぞい。ほほほ、あ、消えた、ね、開けとかないと閉まったままだからね。で、回復。もう、節約。まあ、もう、ノーカットでしょ。もう、先見えてますんで。今回、ここクリアするまでね、やります。まあ、おまけもね、いっぱい入ったんでね、冒頭でね。通常行かないようなとこまで手を出しましたんで、こんだけレベル上げりゃもう余裕ですけど。もう何回も、まあ、やってるよ。まあ、やってるっちゃやってるからさ。いいよね、別に。まあ子供自体は、まあ時代はもう余興みたいな感じでね。お、聖水。あれ、引き返せ、引き返すのがない、なくね。あれ、あら、呪文使うの聖水振りまいた。あんなことやんの。アイテム使うなんでもいいんだけどな。あら、聖水ぶちまけちゃったね。強い子供たちですことね。ほほ、ここまで来るとは大したガキどもだ。褒美にお前たちを美味しい料理にしてやろう。なあ、お、うまそうだ。やっとごちそうが出たぞ。8匹いるよね。あれ、これ4匹、あれ5匹。メラの威力なんか強くね。あら、上がっちゃった。なんか9位になっかなと思ったけどね、そのうちね。10まで上げちゃった。マジか。まあ上がったものはしょうがないじゃんね、そんなんね。だって上がっちゃうんだもん、勝手に。はい。あれ喋れねえ。あれ喋れない。
ポール・サーペントもあんなベロの色したっけ。そっか、少年時代ってまだあるんだな。そうだね。次の場所は次のパートでクリアするけど、やっぱパート4号ぐらいまでかかるね。メラメラ、この城には宝があると聞いてきたのに、どこにもないじゃないか、メラメラ。メラメラよりギラギラの方が焦るよ。何何って何、寝る一回。開いた。嫌でも上がるし、レベル。ドラクエ8なんかそうなんだけど、上げる気なくてもね、上がるからね。この時点でそれを覚えてんのおかしいとかよく言われるけどさ、上がっちゃうんだからしょうがないじゃんね。逃げるの嫌いだしさ。だから、プレイヤーの数だけね、物語はあるってことよ。何が効率いいはあるけど、何が正しいってことはないからね。正しくないのもあるかもしんないけどね。だ先ほどの罪とかは正しい、先ほどじゃねえや、パート1のさ、パパスと船に挟まれて罪ってのはね、あれはまずいけどね、さすがにね。やってみたかったっていう。これ引き返せとか言わなかったっけ？こいつ一人でさ、瀕死なのにルカに使ってさ、一人で何とかしようとしてんのはね、すごいよね。ませんでしたね。なんと骸骨どもはお前たちを食べ損ねたようだな。ではこの王様が作ってる。よくよく考えるとこの服の色じゃないよね、この人ね。じゃあ戦う時はこの服の色なんだけど、魔法使いの色してたと思うんだけど。安からかけとくか。安からるかな。そうだ、このピシッピシッって言うんだね。このピシッって言うの好きなのね。ピシッ。47も下がってる。いやー、いいですねこれ。おお、ギアなんか使うの。プレステ版とかなんか首になんか飾ってたような気するんだけど。あら、結構余裕だったら強いかなと思ったら、ね、そうでもなかった。なんだ、力の種。助けてくれ。王頭妃の墓は元通りにするから。はい。へへ、ありがたい。あんた立派な大人になるぜ。ちょっと待って、これ勝手にイベント進むんだっけ。力の種返せ。よくぞやってくれた。心から礼を言うぞ。本当にありがとう。あなたたちのおかげでゆっくり眠れそうです。さあ行こうか、お前。はい、あなた。さよなら、あなたたちのことは忘れません。よかったらね、これからは二人幸せに眠り続けるはずよ。でもゴーストたちはなんでこの城を荒らしたのかしら。あれ何かしら、綺麗な宝石ね。きっとお礼よ。ねえ、持って行きましょう。もう勝手に全部決めるって。でも持ち金いっぱいね。マジかい。あ、だよね、自力で戻れるよね。今やめてくれと思って。力の種渡せや。これここで使うってやっても大丈夫なんかな。だから 2しか上がんねえんじゃん。ね。はい、ということで、まあ、クリアだね。翼使うか。これって非売品じゃないよね。果物なんか売ってたっけ。レヌル城のお化けをアベルが退治したという噂はそのようなうちに広まった。そして夜が明けた。次の日の朝、
さあ約束だわよ。この子猫をもらって行ってもいいわね。おい、どうする、仕方ないか。よし、約束したし、お前らも頑張ったからな。この猫をあげるよ。あげるよって、もう命は何だと思ってる。さーて、よかったわね、猫さん、もういじめられないわよ。さあ行きましょう。お前ら結構勇気あるよな。しかし本当にお化けを退治してくるとは思わなかったよ。そうだ、この猫さんに名前つけてあげなきゃ。ボロンゴ、いいえ。フックル、いいえ。チロル、いいえ。じゃあゲレゲレってどうかしら。はい、リンクスとかいろいろあるよね。決まったわ、今日からあんたはゲレゲレよ。はい、さあ行きましょう。ゲレゲレ、ボロンゴとかね、やってたけどね。ということで今回これで終わろうかね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。